ブレイクの声から蹴りをいった。そしてエルボーをかわしていく。ここまで健太の9勝0敗。エルボーの打ち合い、ここは小太郎が勝ったか。一歩二歩交代してロープ、ここで振り返していった健太。しかしミット、それを防いでいる。バックを取ってそのまま押さえていく。さらには丸め込んでいった。現 GAC ジュニアの王者の健太、タック王者の鈴木小太郎。ここは読んでいた小太郎、思い切り張っていきました。 A ブロックではすでに中島克彦が1位で決勝トーナメント進出を決めています。現在2位が勝ち点4のデリリアス、そしてこの健太と小太郎がともに1勝1敗1引き分けで勝ち点3です。決定しています。つまりこの健太と小太郎はこの試合に勝てば決勝トーナメント進出、負ければその望みが絶たれます。もし時間切れ引き分けですと勝ち点1ずつを分け合うことになりまして、両者ともに勝ち点4ということは、デリリアスと健太と小太郎が並ぶことになります。膝蹴り、キッチンシンク、ストマック命中、そこからカバーしていく健太です。これまで健太は開幕の後楽園ホールでリッキー・マルビンに勝利、その後 10.18 仙台でデリリアスにまさかの敗戦、札幌ではリッキー・マルビンに敗戦、その翌日札幌2連戦の2戦目 10.25 デリリアスに勝利しまして1勝1敗1引き分け勝ち点3です。すでに B ブロックではライガーが1位通過、そして金丸が2位通過。 B ブロックからはライガーと金丸が決勝トーナメント進出を決めています。残る枠は1つ、この健太か小太郎か、はたまた並んでデリリアスと三つどもえになるんでしょうか。青コーナーに振っていって顔面へのハイキック、小太郎またも膝です。的確に狙っていく健太の膝。ドローの後この新潟大会の健太戦に照準を合わせる、負けられない一戦だとコメントを残しています。現 GAC のジュニア王者健太、あっとここはかわしていった。鉄柵がまとまる、鉄柵にぶつかっていく形となりました。さらに場外で投げていく健太の首を。30分の一本勝負、引き分けますと勝ち点を1ずつ分け合いまして勝ち点4、デリリアス、健太、小太郎が並んでしまいます。その際には3者による決勝トーナメント進出者決定戦が行われることになります。5分経過のアナウンス、新潟大会のセミファイナル第1回ジュニアヘビー級リーグ戦 A ブロックの公式戦です。一方第10代 GAC ジュニアタックの王者である鈴木小太郎です。ここまでシングルを3回防衛している健太、一方ジュニアタック王者鈴木小太郎はここまで5度の防衛に成功しています。打撃になりました、ローリングサバット、距離を取ってスピードに乗る、そこを首を捉えてスリーパー、この健太を超えて、そして決勝トーナメントに駒を進めることができるか。丸め込んでまだその腕をロックしている、首を支配しています。シングル王者の健太から白星を挙げることができるのか。動きが止まりました。圧勝宣言をして臨んだリーグ戦ですが、ここまで A ブロック暫定3位タイ、後頭部への膝です。立ち上がってきた健太、走り込んでの顔面ハイキック、エルボー合戦になりました。張り手、譲りません。おっと崩れたか、崩れたか、健太が、ここは小太郎が競り勝った形。再び場外か、今度は鉄柱、シングル王者の健太と進出を決めています。
そしてこの第1回その最初の優勝者になるのは果たして誰なんでしょうか。おっと平成逆転か、今度は健太が支配できるか。飛びついて、そして反対側からラリアット連発で打っていきます。3連発でのラリアット、コーナーに飛ばして抱え上げていく。あ、これは高い。コーナーの最上段、最上段からラリアットを放っていく。マット上での3連発、そして今度4発目はコーナーの最上段からダイブしてのラリアットでした。そしてお STF、 STF を繰り出してきました。届くか、足の動きを封じて、あ、ここはサードロープ届きました。10分が経過しました。ケント対鈴木小太郎、ジュニアヘビー級リーグ戦 A ブロックの公式戦、10分経過です。30分引き分けに、エルボーローリングソバット、打撃の応酬から距離を取ってケンタが走り込んで口出しのハイキック、追ってきた、膝ジャンピングに、そしてセカンドロープからいった、地獄の弾頭台です。バックを捉えて1回転スルーしていった。下からかち上げるエルボースマッシュ、振り向いたところキックをかわしてショーラーを行って、おっと1回転、そうです、ケンタ越えなるか。エルボーで打開して、おっとカウンター、スピンキックが顔面を捉えました。そしてリング下のケンタめがけていくか、おっと迎撃、入隊コーナーが近いところ、スワンダイブ式のミサイルキック、距離があるスピードに乗った、石差しのハイキック、勢いに乗って今度はドロップキック、顔面を狙っていきました。決勝トーナメントに勝ち進むために、パワーボム、高さがあった、豪快、ここで立て続けに攻撃を続けていくケンタ、おっとかわしたか、ミサイルキックをかわす形になりましたが、カバーはケンタです。不完全な体勢でミサイルキックを食らうことはありませんでした。捉えてツームストーン旋回式、あー、しかし蹴りが待っていた、一発されません。やや距離があるが、今度もスワンダイブ、それをドロップキックで迎撃、継続した攻撃ができません。いったー、エルボー推進だー、ニュータルコーナー、駆け上がっていった小太郎にケンタが追ってきました。ケンタが追ってきて、なだれ式だ、なだれ式のブレンマスターを狙っている。逆にエルボーでケンタを落としていく、おっと下から蹴り上げました。ニュートラルコーナーのその上にいる小太郎に対して蹴りを見舞って、そしてケンタは最上段、最上段コーナーの最上段からのブレンマスター返した、小太郎チャンス、ツーカウント、流れ式のブレンマスターを返して小太郎構成、邪魔、高さがあった、怒涛を切るか、決勝トーナメント進出をかけて、パーボムの体勢からゴートゥースリープに持っていくことができるか、ツームストーン、それを一度返して、今度はケンタがゴートゥースリープ眠らせるか、肩車に乗った、エルボーを放っていく、逆にここは小太郎が上げていって、そこからエクイムが崩れ落ちました。そしてタイガーを狙っていくケンタ、
おっと崩れ落ちました。膝を気にしている健太です。ん、止めました、止めました。お17分28秒、レフリーストップ、レフリーストップ、レフリーストップで